してるって俺の配信だと。シーナの感じですけど。俺喋ってますか皆さん。これ聞こえる？今普通に喋ってます。クズハさんの声でかいかも。クズハ見えた？あ、配信の。あ、俺の声が小さいのかこれは。カナエの声が聞こえてんのかな。なんかミーティングしたじゃあ俺じゃあカナエやるわ。声が小さいのかどちらなのかちょっとわからない感じだけど、そうらしいです。どうも。待ってどこまで行ったんだっけ。あ、でなんとゲームを。何のゲームを語るかというと、イブがね、イブが何のゲーム、イブはね、終わってるらしい、こっちは。ちょっとシャシャを借りに行こう。いいね、ゲマズっぽいよ。シャシャを借りしようかな、みたいな。爆音で。爆音さらに、さらにクソでかい声で喋っていいか、じゃあ。いや、シャシャあの、何のゲームを語るかというと、うるせえ、うるせえ。アマンガス。これさ、僕の声聞こえてたけど、リリムちゃんたち、僕の声届いてなくない？リリムさん、聞こえますか？聞こえなさそうだね。助け合ってね。ゲーム好きかな、絵は。もう大好きだよ、僕も。もうそうなんだ。クズハはどう？あ、俺ね、ゲーム好きなんだよ、意外と。好きなんだ。意外でしょ。あ、じゃ、いや、意外だね。どっちがやらかしたら、お互いの責任だからね。うるせえ、あっちが。連帯責任だからね。サシャの役割そんなないじゃん。めっちゃキレてない佐々木に。佐々木の役割そんなないじゃん。あいつ黙っとけよみたいな。自分の役割がないから。めちゃくちゃ言われてるけど、もこれさ、ゲームスタートクズハなんでしょ。そうだよ。だから向こうは何やっても始まんないし。そうですね。コメント欄で何が聞こえてるか一旦教えてもらっていい？あ、そうね、そうね。ちょっと待って、チューニングしたい。僕の配信はね、クズハの声がめっちゃ聞こえるらしい。リリムがうるせえ、マジリリムうるさい、リリムうるさい、リリム爆音。かわいそう、リリム。なんか誰かと喋ってる風に、なんかね、みんなの声がこっちに聞こえてるんだけど。リリム9、カナエ7、クズハ4、佐々木 0.5。 いないよ、あいつ。なんでリリムの声聞こえてんの？聞こえた？今やっとき、今聞こえてる。僕らはね、現場のリリムさん、みんなの声聞こえてるよ、ちなみに。こっちには届いてなかったみたいだけど、佐々木の文句言ってるのも聞こえてます。ちょっと気づきトラブルで。もうさ、ゲームしていいんかな。え、でもさ、そう、クロノワの声がうるさすぎるんだけど。いや、そんなことこっちだったんだ。2人ともなんかトランシーバーみたいな。めっちゃうるさい。どうぞ。はい、聞こえますか、どうぞ。こちらクズハ、こちらクズハ、どうぞ。この後いよいよから説明してもらってもいい？自分でやれや。何？自分の配信自分の声がちゃんと入ってないっぽくて。え、あ、そうなんや。そう。しかもリリムちゃんの声が一番でかいから、リリムちゃんが説明してもらっていい？そう、頑張れ。やだじゃないんだよ。やじゃねえよ。大丈夫、怖くないよ。じゃあみんなの代わりに説明していこうかな。この後主催の。ああ、もうええって、そういうの。もういい、主催。説明して、この後主催の。もういいかっ。ああ、ごめんごめんごめん。ああ、ごめんね、いいよ。もう一回、もう一回。もうやってやって、ごめん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 。ごめん、リリム。リリム頑張って、リリム頑張って。というわけで、ゲームスタート！イエーイ！ちょ、やめろやめろやめろ。お、おい、佐々木だけわかるわ、めっちゃ。何これ、掴んでるの？掴むのやめてくんない？マジで進まないから、マジで。お前やめろ！やめろ！やめて！もう、なんだ。ゲーム離してくんない？重い、お前。あ、こういうことね。ゴリラ、ゴリラのポーズしてるリリム。これ、こっちがリリム。おい、バナナあるぞ、バナナ落ちてるぞ、こっちに。ほら、これ食べな、これ。何してんの。バナナやったら動くか。待って、でもダメだ。何してんの。え、クズはそれ、なんかついてってるだけじゃん。いやいやいや、俺が運んでんのよ、みんなを。僕も僕のポニーテールをわしづかみだから、一応。痛い。痛そう。なんか痛いやけど。もみあげの上らへん、めっちゃ引っ張られてるからね。首取れる。ね、離して。
カナエがちぎれちゃうでしょ。死んじゃう。首でも押してない。首もう細いよ。リリム持ってんねん。お、クリア。ちょっとあ、カナエカナエ大丈夫か大丈夫か。あ、じゃあバイバイ。え、まだ生きてる。生きてて。生きてんな、お前。生きてんな。楽しかったね。楽しかったー。え、あ楽しかったー。楽しかったかい。ではですね、はい、そろそろ時間なので移動します。ぜひお楽しみに。あ、お楽しみにー。お楽しみにー。